えー、今回紹介する動画はルシファー最後の切り札シリーズの11番の動画となります、えーまあ、善を好まないものについての、まあ、考察ですね、まあ、というあの内容となりますでこの11番の動画なんですけども、あのー、実はねこの11番だけで終わりじゃないんですねつまり11番の動画と12番、まあ、最後の12番の動画とあの連動してますですからあのー もしできましたらあの休憩を挟みながらこの11番と12番の動画をねあの視聴していただければ非常に分かりやすいんじゃないかと思います。で、まあ、この中で、まあ、人間がまあその生きてる存在意義とかね、まあ、何のためにこの人間が生きてるのかっていうことをまあ知らない方が多いんですけども、まあ、この中で、ね、はっきりとその「殿堂の書」の12章13節ですね交語訳でいうと。 この部分ではっきり述べられてますしまた新共同訳ではさらにね分かりやすい内容っていうかね薬となってますのでぜひ確認していただければと思います。あとまあ、大先輩であるその予部ですね、まあ、予部記の中に出てくるその予部がそのものすごい状況の中でもまあしっかりとねあのしたものを持っていたということがものすごいあのまあ感動を呼びますよね。でまあ その読む自身は「まあその春マゲドン」後に「まあ、高次元」に行くというのはもう間違いないと自分も思ってますですからまあやっぱり大先輩がこれだけねしっかりやっていたっていうことを、まあうん、まあ自分自身もねそのようにあのできたらなと思ってますやっぱりそれだけまあね大先輩がそうやってしっかりやってくださってるのを、まあ、今ね読むことができるんでそれをねやっぱり糧としてあの 14万4000人の中にね、まあ、選ばれるように、皆様とともにね、頑張っていけたらと思いました。ですから、まあ、非常にあのやっぱりね、勉強になります。で まあこの部分はさっきも言ったようにその連動してますので11番と12番の動画っていうのは一つのマンセットという形になってますのでぜひあのこの動画をねあの視聴した後にその12番の動画の方もあの合わせて視聴していただけたらと思ってますね、まあ、非常にあの勉強になりますでまあこの中でそのある青年の話も出てきます、まあ、マタイによる福音書の中の青年の話が出てくるんですけども まあね、非常に勉強になりますのでこの点も合わせてねいろいろと皆様の方で勉強していただければいいんじゃないかと思いましたね。自分自身はやっぱりね、まあ、このシリーズは、まあ、この11と12はもうあの勉強したんですけどもやっぱりものすごく勉強になりました。 でまあ、この時期ね、その最新の動画の中にもこれ、つながってきますので、ぜひあの、しっかりとね、勉強していただいて、あの糧にしていただけたらと思っています。まあ、このシリーズ、本当にね、勉強になります。ものすごく勉強になりますし、この11番の動画も素晴らしい動画なので、ぜひ一人でもね、多くの方にこの動画をご覧になっていただいて、いろいろなことを学んでいただけたらと思いましたね。ぜひ、あの動画の方の視聴をよろしくお願いいたします。今回は以上です。ありがとうございました。